みのミュージックはどうもみのです。本日はですね、まあ、若干大げさなタイトルがついてますけども、はい、邦楽の未来をね、占っていきたいと思います。はい。この間、松原みきの、真夜中のドア、これがね、世界中でリバイバルヒットしたの記憶に新しいと思うんですけども、しかもインドネシア人の YouTuber のレイニッチさんという方が、カバーして、まあ、それがバズってですね、もう世界中でもうこれが聞かれるようになるという、TikTok とかでもなんかもう流行って、まあ、世界中のだからサブスクのチャート上位に入るというね、あんまりね今までない現象がありました。なんかシティポップ海外で人気らしいよっていうのもちょっとなんかもう前のニュースって感じしません？まあ、竹内まりやさんのプラスチックラブ、これがもうだからなんか7000万再生ぐらいの動画と3000万再生ぐらいの動画あるんですよ YouTube で。だから合計者も奥行くということで、そんなね規模感で邦楽が今ね、消費されてるって、まあすごいことなんですよね。でベーパーウェーブとかさ、フューチャーファンクとかそういうまあインターネット中心に出てきたそういうね新しいジャンルもやっぱり邦楽の影響抜きには語れないというヒップホップのアーティストもたくさん邦楽をサンプリングしているわけじゃないですか。で、まあこの傾向ってやっぱり加速すると思うんですよ。はい。一個の前提としてそれがね、俺あると思うんですね。だからもう今後どんどん邦楽がもうシームレスに聞かれていく。もう今なんかその日本のアーティストのまあ新曲とかでもミュージックビデオで国外からのコメントがすごいたくさんついてるアーティストってもう多いですよね。もういくらでも上げれるっていうか、両手で数えるほどとかじゃなくて本当にね、いくらでも上げられるぐらいいると思うんだけどね。そういう状況すごいよね。サブスクがもう出てきてインターネットがあって、だからもう古今東西古いのも新しいのも関係なく世界中の音楽をみんなに聞くという感じになってきていると、初めてねそういう状況に邦楽が直面してるわけですね。言ったらこの文化を輸出する側にまあなるということ、それがね結構大きい契機になると思うんですけども、アニメの話もしたいんだけど、アニメって今例えば春の新作アニメみたいな感じでよくこういう画像があってさ、何クールこういうのやりますみたいな、なんかタイル上に配置してる画像とかあるじゃないですか。でああいうのってやっぱ海外の人とかももう同じタイミングでそれ見て、みんなで今期はこのアニメ見ようぜみたいな話してみたいな、本当にリアルタイムでだから世界中でアニメとかって消費されますよね。なんかそういう感じに俺は邦楽もなると思っていて、まあアニメゲーム漫画とか特にだからもうちょっと一歩先行ってると思うんだけど、まあそういうなんかカルチャーがですね、ちょっとこの日本文化の土着性のまあ香りみたいなところをすごく世界規模で浸透させてると思うんですね。でなんか視覚的なものと聴覚的なものっていう差はあれど、邦楽に対してみんな多分遠い国の文化っていう感覚がないと思うんだよね。まあアニメのさオープニングでもエンディングでもそうだし、まあアニメとかでキャラクターが喋ってるトーンの感じとかはもうやっぱりなんとなく邦楽と共通するとこあると思うんですよ。やっぱ日本語ってこう言語のね共通項で、でも海外のアニメーションとかまあカートゥーンとかってもうアニメ日本のアニメの影響抜きには語れないぐらいなんかそういう影響を受けてるものもたくさん出てきてるわけじゃないですか。だから今後ですね、邦楽の影響を抜きに海外のポップスを語れないっていう状況が来ると俺は思ってます。なんならもう世界をリードする邦楽のアーティストが出てきて、本当にだから世界中でアルバムが売れてみたいな人がね出るはずなんですよ。これは俺は結構確信を持っていて、まあだってアニメとかねゲームとかがそういう風になってるんだから音楽がそうならないわけがないという、はい。海外のポップスの歴史を語るときにここだけ限定して話すのもあんまり良くないんだけど、イギリスとアメリカのポップスの歴史って分けて捉えることって難しいですよね。そのビートルズとエルビスをなんか別軸で捉えるみたいな、セッペリンとエアロスミスを別で捉えるとか、まあ何でもいいんですけど、まあなんかそういうもう本当に密接に関わってるものだからそれ切り離して考えるっていう人があんまりいないと思うんだけど、そこにまあ日本邦楽の歴史ももう組み合わさってきて、だから邦楽の歴史と英米のポップスの歴史っていうかもう世界中でそうなると思うんだよね。フランスのポップスの歴史、ブラジルのポップスの歴史、そういうのも分けて考えるのが難しくなってくる状況になると思うんですよ。もう本当に真にそういう意味でポップスがグローバル化する未来があると思うんですね。でじゃあそうなるときにこのまあ文化を輸出するときの心得みたいなのも俺は必要になると思っていて、ある程度自覚がないとこの流行り物みたいな感じで使い捨てられちゃうっていうのもあり得ると思うんですよ。まあ新しいムーブメントだからつって一瞬流行って終わっちゃうみたいな、なんなら誤解されたまま終わっちゃうっていうのもあると思うんですね。それはやっぱり避けたい。ちょっとアフリカアメリカの話をしたいんですけど、まあ彼らってもう20世紀以降、まあ100年近くにわたってマイノリティでありながらポップスの世界をリードしてますよね。それってやっぱ彼らがねすごく厳しい審美眼を持った鑑賞者
だからってのが俺あると思うんですよ。例えばじゃあ、ロックンロールを、まあ、彼らが発明して、で、白人のこのメインストリームの文化に今飲み込まれるってなった時に、ちょっとでもこの上っ面だけをコピーしてるものとか、精神性みたいなところをちゃんとなんか受け継いでないものに関しては、すぐあれはまがいものだって言うじゃないですか。その批評性というかその姿勢、そこがね、非常にこの内側がかっちりしてるから、やっぱり彼らずっと独自の文化的発展を遂げてきて、まあ、ジャズからブルースから R&B からファンクからヒップホップからでもずーっとそうやってもう華々しいそういった発展を遂げてきたっていうのがあると思うんだけど、日本人もだから邦楽を輸出する際にそこを非常に自覚的にならないとちょっと危険だなって俺は思ってます。はい、まだ間に合うけどまだ間に合うけどとか言って、なんかちょっとあんまりそんななんか危機感をなんか煽るような感じでも行きたくないんですけども、なんかでも日本人って例えばアニメとかのさ、審美眼っていうところではめちゃくちゃ厳しくないですか。今期こういうアニメがバーってあって、これは作画がいいとか、これは監督が何々でこういうのがあって、なんかやっぱストーリーも良かったよねとかさ、なんかこれはもう本当に何々のパクリでしかないから面白くないとか、めちゃくちゃみんなそうやって活発に議論するわけじゃないですか。そういう姿勢をやっぱなんかね、ポップスでも持つべきだと俺は思うんだよね。だからそういうことしないで、やっぱ本当に使い捨てられちゃう、飲み込まれてペッて、世界にね、なんか吐き出されてしまうみたいな、そういう風になってほしくないなと俺はね、思ってます。はい。まあだから、真似された時に浮き足立つんじゃなくて、わ、やった、真似されたじゃなくて、厳しく審査するっていうね、そこが、俺次の段階だと思うんですよ。ですね、やっぱり、自分たちの歴史をしっかり知るっていうことも大事だと思うんですね。だって日本人が邦楽の歴史を知らなかったら海外の人が知ってるわけないじゃないですか。日本人の方が絶対よく知ってるに決まってるんだから。まあ、ただ邦楽のこの歴史っていうのを通史で論じる試みはほとんど国内でされてないんですね。というか、まあ、海外でもほぼないんだけど、戦後以降の邦楽史みたいな本を書いてる人は外国人で2人いて、でそれが俺が知ってる唯一の邦楽史のなんかまとめた試みなのね。だからまあそれも皮肉なことじゃないですか。日本人がそういう本を書かないで海外の人がやってるみたいな。まあ俺がちょっと知らないだけかもしれないんで、まあそれね、ちょっとそういう本とかあるよっていう人ね、いたら教えてほしいんですけど、本気で探してます、そういうの。まあただ、この間一本、この戦前の、邦楽がやばすぎたって動画をまあ撮りまして、で、そういうところから、ポップスの歴史を論じるっていう試みはもう本当に見たことなくて、なんなら、あれ、服部良一の、天寺の和尚さんって曲なんだけど、あれ聞いたらわかるように、もう日本土着の民謡とか、本当にだからもう明治のそういうなんか文明開化みたいなこと言って西洋をね真似しようとした時期より前の音楽の影響がめちゃめちゃ色濃く残ってるっていうのも明らかなんだけど、だからそういうところから一本線を引き直さないといけないんですね。それをやっぱり文化を輸出するっていう前にやるべきだと思うんですよ。なんかそこをちょっとね、継承を鳴らすみたいな、なんかあんまりそういった偉そうな説教臭いことは言いたくないんですけども、まぁ、ちょっと若干少しでも俺はそこに貢献できたらいいなとは思ってます。はい。まあ嬉しいことなんですけどね。邦楽はもう今後多分世間を席巻すると思うんで、俺は多分てか絶対席巻すると思うし、よりですね、この、海外の人からしたら未発見の邦楽のカタログ、これらが世界に紹介されてみんなを幸せにするはずです。はい。まあだから一旦準備しないといけないのかなとかも、思ってたりもします。はい。そんな感じ、ちょっと伝えたかった、最近そういう考えが固まってきたので。それでは。